メタクエスト 3S の充電、お手入れ、保管について。ヘッドセットを充電する前に乾いたマイクロファイバークロスで汗や汚れを拭き取っておくことをお勧めします。ヘッドセットの充電には付属の充電ケーブルと電源アダプターをお使いください。どちらも箱の奥に入っているケースを開いた中にあります。別の電源アダプターの場合は、充電が遅くならないよう定格電力が 18W 以上のものをお使いください。コントローラーにはあらかじめ電池がセットされています。交換するときは電池カバーの上にあるボタンを押してロックを解除し、カバーをずらしてコントローラーから外します。ヘッドセットを傷める恐れがあるため、ヘッドセット本体やレンズに直射日光が当たらないようにしてください。使わないときは安全な場所にしまっておきましょう。持ち運ぶときは携帯用ケースに入れることをお勧めします。対応する携帯用ケースはmeta.comで販売しています。レンズを拭くときは光学レンズ用の乾いたマイクロファイバークロスを使ってください。それ以外の部分を拭くときは除菌シートを使っても構いません。アルコールや研磨剤入りクリーナーは使わないでください。接眼部の汚れが取れにくいときは、取り外してから冷水と中性液体洗剤で手洗いすることをお勧めします。接眼部が完全に乾いてから元通りはめ込み直してください。